県庁を訪れたのは台湾のハイテク企業で作る協会 HTFA のメンバー19人です。村井知事は大平村に建設が予定されている台湾企業などによる半導体工場への期待感を伝えました。台湾とも一緒になって協力をいたしながら人材育成努力をしていかなければならないというふうに思っております。ぜひ皆様方の会社も工場を作るときには宮城県にお作りいただきたいと思います。これに対し HTFA の林育業理事長は今回の訪問を第一歩として半導体の発展のためにも交流を続けていきたいと述べました。一行は午後には東北大学の電気通信研究所ナノスピン実験室を、明日は次世代放射光施設ナノテラスを視察することになっています。